アドルフォ・コンソリーにはイタリアの陸上競技選手。第二次世界大戦を挟んで活躍した円盤投げの選手であり、1948年ロンドンオリンピックから4大会連続してオリンピックに出場。ロンドン大会では金メダル、ヘルシンキ大会では銀メダルを獲得した。1938年に出場したヨーロッパ選手権では5位という結果を残す。 戦争で彼の競技が中断することはなく、1941年の秋には53.34メートルの世界新記録を樹立。戦争が終わった翌年の4月にこの世界記録を2度にわたり更新した。同年夏のオスロで開催されたヨーロッパ選手権では優勝候補とみなされる中、同じイタリアのジュゼッペ当時に3メートル以上の大差をつけ優勝する。 二年後の1948年のロンドンオリンピックでは金メダルを獲得。当時と金銀を独占した。その年の秋には奪われていた世界記録を55.33メートルと奪回。自身四度目の世界記録を樹立した。1952年のヘルシンキオリンピックに2大会連続出場を果たし、連覇はならなかったものの銀メダルを獲得した。その後、 1956年メルボルンオリンピックでは6位。1960年に母国で開催されたオリンピックでは43歳で出場。この大会の選手宣誓を行った。ありがとうございます。